チェックメイト、もう逃がさないわよ。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーです。ということでね、今回バイオハザード6エイダ編、前回の次からやっていきたいと思います。てか敵おったのにあなたスルーしたよ。え、おったおった、こうおったじゃん。あ、ほんとに。おあ、ごめん、全然気づいてなかった。挨拶してたら俺が倒してた。やっぱ挨拶大事でしょ、うん、向こうらしいね。皆さんこんばんはって言いながらこうぐるっと首回してたわ。次は船の中ですね。あ、また水。え、もう水でもやめて、もうやめて。ちょっとうわちょっとやめて。どうした、なんで私スナイパーライフルなの今。使いにくいんだけど。やろう、やっぱここはショットガンです。俺も弾ないけど、相変わらずショットガンで弾ないね私何やってもね、ずーっとショットガンを使いまくるから俺ハンドガンで行きましょう。170発まで。何これ、3つのパスコードがいるの。ああ、前あったな。3つのパスコードを探すしかない。そんなのあったっけ。あったあった。これ誰の話。ね、これあのクリスさん。ああ、これまたあれ出てくるんじゃないの。うん、いや、なんかいたわいたわいたわ。あ、藤見さんとこおんで。いたわ、敵がいたわ。うん、うんっていう。あ、パスコード A あんぞ、ここ。どこ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 。ほら。なんで、あんたが持ってんの。いや、俺拾えへん。ほら、早く。そうとんの、ね、いや、拾う必要ない。記録媒体。あ、これはあれやね、あの。あと2つね。いやいや、なんか出てきた。あ、こいつ藤見さんやん出てきた、なんとかしてよ。お、怖い。無視してるよ。無視して逃げた。おい、こら待ていい待ていい怖かったから無視して逃げたよ。もう待ていいあいつ持ってんじゃないの。敵か、エイダかと思ったら。え、エイダかと思ったら敵が出てきた。そんな、ほい、そんなこと間違えないでよ。ついに投げ技を覚えた。他の道を探さなきゃダメで。開かない。だって俺先行したって意味ないの、アイテム取れへんねんから。え、ちょ、何してんの、やめとけよ。おー、ちょっと待って、来た。ちょっと来た。いや、来たけど、何かに苦労されてる。痛い。藤見さんみたい。ちょっと待って、お前殺すよ、本当に。パスコード集めるしか出てこへん。またキッチン。今、キッチンで、バーサス藤見だよ。痛い。なんか前方にもいる。ちょっと待って。いや、行きたいの山々へ。ちょっと待って。あの、ドア開かないですけど、言うの。待って。危ない。ちょっと一旦逃げよう、一旦逃げよう。無理。どこ？無理、今戻ってきた。最初のとこ戻ってきた。きつ。ちょっと藤見はショットガンで行こう。あ、倒した。しまーす。その中にもいるでしょ？え、おらへん。本当に？おう。ボーガンのヤケット。うん、なんか何こいつ、下半身。あ、もう死んでるやん。動いてるよ。そっち開かないんだよ。あ、そう。うん、エイダさん一緒に行きましょう。え、すぐ解く一応。いや、いいんじゃない。あ命中率が下がっただけでした。だってエイダさんがドア開けないと。てか、あなたどこ。え、今ベッドがある。あ、開いた。ん、こっちか。なんだこれ。武器じゃない、武器じゃないよあ、ちわーす。あなたがいないとドア開けれないんで私意味ないですよ。え、武器じゃなかったね。トイレ、シャワールーム。多分この変な映ってる青いやつとかがその位置やと思うんや。うん、パスコード赤いやつかな。赤いやつなのかな。うん、てかエイタさん、ほんまドア開けて何も探索できひん。ビュッフェがある、ビュッフェが。マジでビュッフェ。うん、てかビュッフェってどの部屋え、どこ行ってる。ユウ、裏からロックされてる。ロックされてる。え、ビュッフェ来てないの。てかあなたどこ
リュウケン、リュウケン敵さんが出てくる。危ない危ない危ない、怖いわ怖いわ。俺の方なのかゼニさんの方なのか分かんない。ゼニさんどこにいんの。俺はここ、ここというかあの青い自販機。うわわわわわわ、敵がいた敵がいた。いやから何をぶち回してるの。あんだわ、もう寝ろ。ちょっとよいしょ、寝た。パスコードゲッチュ、ゲット。ただゲットしたらなんか出てきたよ、出てきたよ。あんなこいつが食っちゃうんか、パスコード。いやでも取ったよ。なんかワープしたぞ。え、じゃあそうだ。え、なんかここ落ちていったよあいつ。うん、いやそれはいいんじゃない。いいの、あのクリス編でよ。いいの、うん、多分あいつが持つということ、ね、他の道を探さなきゃ。あ、こっちは入れないんだ。あの力技が無理なんですね、一人やと。なるほどね。いいださん早く先行して、俺ついていくから。先行してって簡単に言うけど怖いんだよ、ね、だって俺先行してもドア開けられへんし。こっちも閉まってるんだね。でこっち、こっちじゃないの、分かんない。あともう一つなんだけどね、パスコード。多分あの青い自販機の方行った、分かんない。いや、なんかイベント発生ですよ。いや、ちょっと危ないよ。油断すんの、油断。危ない、焼けちゃって。どうぞスプリンクラー。あ、燃えてきたぞ。どうすんの、燃えて。これ外なんですけど。え、今まで敵見えへん。どうしたよ、何とかしてる。多分ドッグショットじゃない、どっかに。あった、終わったみたいな。ちょっと待って、めっちゃドア開くんだけど。こいつでどうだい。痛いし、ちょっと助けて、ゼニさん助けて。ドア開けて。痛い。もう殺す。危ないんで爆発すんの。どう、パパスコードあったぞこいつ。パスコード回収。どこに隠してんの、あんた。これなんだ、これなんだ。よし、あと一つね。あと一つ、はい、誰が持ってんの。あ、ここ紙質汚いって言うんだ。うん、見覚えはあるんだけどね。ここにもドアありますね、赤い部屋のどっかにあるんだろうね。左の、ね、あ、うん、パー開けていって、私開けられへんで。どうやって入れたのここに。頑張って入れたやろ、こんなもん。どうやって入れたの。ウィー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 、いっぱい部屋ありますよこっち側。いや、最初から順番に探そうかなと思って、うん、あの取れないわ、先行シールになったわ。荘園なんか俺もらうで。そこの部屋、ここ。痛い。ちょっとなんでクローなんてすんの、この汚い手が。誰に触ってんだこの野郎。何この汚い手。どっちだ、俺も奥っぽいよね、奥やな。でもなんか撮るとそういう演出が始まるんだろうね。ほんまどうやって入れたんだこれ。あ、どうぞ。何この手。いや、なんか出てきてる。いる。ちょっとやめて。あ、死んだな。強くなったら終わりなんじゃないですか。なったら終わりなのかな。うん、ピクピクしてるだけで。何もない、もう。はい、あとは一番奥。いや、上半身がいる。俺に任せろ。あ、死んだ。いや、あ、もう復活してます、復活、奥から復活してます。早いんだよ動きが。
進みましょうか。そうそう、もうなんかどんどん出てくるわ、麦巻きやわこいつら。あ、敵さん普通の。いや、なんかいた。ちょっとやめて、やめて、ガスが来てるからやめて。おい、奥に来たけど、奥何があんのこれ。戻ってません？いや、気のせい。ちゃん、戻ってきてるね。戻ってきてる。だから逆だな。また汚い手があんねんけど、バドハンドみたいなのが 俺を襲ってくるねんけど。汚い手ね。汚い手ね。こっち反対だわ、向こうだ。こっちっすわ。早く知れて、ウィーウィー言いながらまた向かするってこいつら。こっちだね。こっちやね。どうぞ。いやもうほんと、ほんと汚い手で触んのやめて。うまいな、あの窓ハンド。これまたビッフィーに帰ってきた？あ、そうだ。ちょっと、ビッフィー楽しみたい気分なんだけどね。楽しんでたらやられるね、これ。なあ。こっち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 。ちょっと待って、これを。戻ってきちゃうもん、こっちがいたら。あとなのになんか左っぽいんやけど、この俺ロケーター見る。赤いところ向かっていこう、赤いところ。赤？赤。向こうじゃないの？多分そこにあるんでしょう。どうやって行くのか知らんけど。誰か教えて。迷え迷え。でも多分この奥っぽいんだよね。この奥にどうやって行くんかって話なんだよね。ここはロックされてます？開けられないんだよ、一人じゃ。エイタさん、もうなんか頑張って。俺はドア開けられんので何もできないんですけど。こっちなのかな。いやー、いた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 。まだ生きてるよ、まだまだだ、もう。いや、投げ飛ばせるよ。新たな方向だ。出てきた。痛い痛い、なんか後ろからかけられてる。え、どこにいたんだ、なんか行けや。こいつらマジ不気味で、どの弾が見つけた。 OK。戻りましょうか。こっちだね。よし戻ろう。このもう不死身さんたちもういいわ。なんで死なないの？不死身やから。やだ。なんか撒き散らす前に殺してしまったから。出したがるからね、すごい。そう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 、ほんまもうね、自分のアピールが激しいんだから。自己アピールばっかしてたらダメだよ。そうそうそう、だからモテないんだよ。協調性を持ってね。はい、開けて。この携帯すごい。この携帯がすごい。いや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 、目の前にいるよ。何体いるの？何体いるの？別れちゃった。なんでこっち飛ばすの？怖いて。近い方がいいかなと。怖いて。ちょっと待って。いや、そんなジュルジュルみたいな感じで。なあ、ドイツこれ。ドイツが来たの今。新しいやつかな。新種？たまごっちじゃないんだから、そんなちょくちょく新機種発見されなくていいよ。行きましょう、こいつの不死身やし。あ、フックショットっぽいっすな。化け物はここでお留守番してなさい。うん、俺もそう思います。できたらずっと最初からお留守番しといてほしいんだ。あれ、なんか放送が始まりましたよ。この声はネオアンブレラのエイダ。ネオエイダ。違う、整形だよ。
いやいや、整形医だ。元から人手なしのあなたが人間じゃなくなるだけよ。地球上の全人類と一緒ね。いや、それ困るわ。この世界を築いたのはあなたのファミリーなのかもしれない。ほっといてよ。でも明日からは何も簡単変わる。まっさらな世界よ。シモンズとの間に何があったの？揉めたんだね。なんでしょうね、ボス。もういけるっぽいっすよ。多分あれだよ、性格の不一致ってやつだよ。でも このドアっぽいっすわ。この人は何ですか？エレベーターボタンあるの。あんたが邪魔で怒られた。ごめん。そういうことだったんだ。そういうのあるよな、このゲーム。やっと会えるわね。反応はしないくせに、そう、邪魔だったら探せないっていう仕組みね。そういうことね。このドア開きます。こっち？こっち開くよ。あらー、ちょっとなんで俺だけ。そう走れ。そう。あれ？え？人違いとも言い切れない。あれ？俺は絶対どこにおんの？締め出し食らった。ちょっと何やってんのよ。え、なんか俺変な場所おんねん。え？なんだここ。ちょっとゼニさん助けてよ。なんかもう先に進んでるっぽいっすよ。猫の東大に行く。あ、船？スポットライトはお断りよ。あ、そういうこと。じゃあゼニさんどこにいるの？外。この外来てもいいんやけど、スポットライト来るんで気をつけて。怖い。見つかったアウトなの？そういうことみたい。で、この裏に。はいよ。え、俺はどこ？なんで先にいるの、いつも。なんでいつも先にいるの？エンブレム見っけ。壊さっていい？どうぞ。ちょっと待っていて。ちょ、なんか今バツって出てる。あ、こういうことね。え？なるほどね。どういうこと？はい、行きますよ。はい。なんかバツ。このバツ何だったのだろう。下に降りるってだけだったね。ちょっと。ああ。もう少しだね。めっちゃクリスさんとか戦ってるけど面白い雰囲気。どうすんのこれ。進むの？全然私の画面が変わんないから見えない。こっち見たい。どっち？反対。うん、反対。ロケーターで出せるわ。そうだね。早く罰をして行ってくれよ。行ってんねんけど。狭いよ。いや、罰押してんねんけど。なんかゆっくり行くっぽいわ、これ。見つからへんよ。あ、バレないようにね。お前いいよ、バレても。どうせ誰かもわかんないんだから。おい。お前バレてもバレ。ダッシュできるようになったわ。お前バレても誰にバレるのかもわかんないだろ。誰ってなるよな、確かに。何の問題もないでしょう、あんたの場合。私はバレるけど、あなたバレないでしょ。そう、見てこれ完璧な変装。何にもない。何にもない。今パチモンの方の私がね、頑張ってるんでね。そうやな。ゴキ。かっこよくない？敵いたの？敵おった。何アイテムに釣られてんだ、あなた。いや、そっちしか見てなかった。首ゴキしたの。怖いね。あ、シリーズか。なんか声がする。いや、あ、虫だ。やめとけ。ナイスキル。怖っ。よかったな、虫一発で倒せて。で、ちょうど本体がいたんだよ。なあ、ラッキーラッキー。目の前に。こっちね。またサーチライト？バツ。あら、バレたら即やられる感じ？いや、違う。敵が来るだけ。何で見つかったらいいんだな。俺は多分関係ないから。じゃあ責任を取って逃げます。俺は私がフックショットまでいていいんでしょ。あ、そうです。別にめっちゃ撃たれてるんですけど。大丈夫、もう終わりだ。ショットガンの弾出てきたの。
あ、逃げ切った。ち。あ、外から。ここも守りが固い。はい、あ、なるほどね。あれ撃って。え、どれを？でもいいや、自分で撃つわ。そうや、その方がいいわ。ポン。間違えた。何やってんの？早くやって。ちょっとバレてない？意味あったの？意味ないや。ちょっと邪魔だぜ。こんな撃ってこないで。ちょっと一旦上に逃げよう、私。高いとこ行こう。ゼグさん大丈夫？追いかけていってるからよ、敵ちゃんの。来てる？いいよ、上がってきた、戻ったら。いやいや、早く俺行けへんで、敵に囲われてんの。手榴弾は？ある。投げていいじゃん。終わった？生きてるね。生きてるね。何今私殴ろうとしたの？あんたも何殴ろうとしてんの私を。ちょっとなんかその口開いてくんのやめて、怖いから。大きいんだ。だから起き上がるなって言ってんでしょ、このバルタン星人みたいな。バルタン星人やな、お前。この野郎。バルタンの分際で何言ってんだよ。うお、怖っ。じゃあ入れないのね、もともと。じゃあもう上でいいんだね。そうっすね。でも敵を引き寄せてやったと思うんやけど、俺らが早く移動しすぎて、釣り見つかったっていうな。バルタンの分際で何言ってんだよ。クロスボウノーマルの矢があるんですけど。取ったよ。取った。他のバルタンなんだよ。もう痛いわ。何や、本人。いや、あんただよ。あんただよ。あんただよ。なんか前に聞こえるな。はい、さよなら。もう一体おるわ、ゴキブリが。ういめっちゃ声かっこいい。こっちでいいの？向こうだ。右。なんか発砲音がするんだけど。ちょっとクリスさん、もうちょっと頑張ってよ。はい、ういうい、もう折ってくるからね、気ぃつけないとね。え、もうどこに行ったの？私降りたよ。降りたんか。うん、降りれて出たから降りたよ。素直だね。で、お、ムービーかな。あ、この部屋、これ何だったっけ。ここなんか来たような気がする。気のせいかな。これは見たことないんじゃない？ないか。優しく触るな。いや、爆発系だったら困るからね。そうやな。罠がないか確かめて。何これ。どうしよう。それじゃ全然ダメだって。ダメなこと違う。なぜうまくいかんのだ。何勝手に作ろうと思ってんだ。隣の生態コードに遺伝子データを組み込むんだ。実験台を見つけろ。次の実験にはカーラーを使え。条件が近い。だがくれぐれも気づかれるなよ。カーラーって誰だよ。セイダさんはカーラさんなんで、もしかしたら。ああ、親父じゃなかったんだ。親父じゃないよ、女の人で。サナギが親父に見えただけじゃない。俺ら、俺親父とか言ってたけど。変なトロフィー。どうすんどうすんのこれ。何、ヘリコプターの音ですね。落ちましたね。ああ、私が撃たれたんだ。あ、そうや、撃たれたシーンあったな。いやだね、なんか自分で自分の死体見るのも。カーラさんかな、うん、多分。どうやったらあのサナギ私にできんの。遺伝子情報を組み込めみたいなのが書いてあったし、うん、あれいない、いたわ。そりゃ死体動いたらもうホラーですよ。でもホラーゲームですけど、これホラーだよ、十分このゲーム。後ろにおじさんがおってもホラーやったらいいし。後ろに変態エージェントがいるよ。変態じゃねえよ、変態という名の紳士だよ。何、変態紳士。変態紳士。このゲームこっちにも出るの。あ、
はい、ご苦労様です。ご苦労様です。お勤めご苦労様です。あ、ハーブ出てきたけどいらん？ハーブ？ハーブはどこ？取れへんわ。ちょっと待って。ね、こうでいいか。5つしかないからな。俺9個あるわ。10個。あなたディフェンス高いからね、異様に。そうやな。かわいい。ちょっと待って。何やってんの？何やってんの？ドアに挟まった。何やってんの？事故発生や、事故発生。エイダの言葉に間違いはないようだ。君たちの近くの海外に何やってんの？なんで普段無視されるのにこんな時だけその有効感出てんの？だけじゃなくて面白かった。何これ、納豆団がいるの？ようやく見えてきたわ。これはちゃうの？偽物の目的。ああ、お前ほら当たるからいい。なんで取ったの弾？え、いる？あげようか。ああ、これ戦うんじゃないの？もしかして生きてるパターンじゃない？そら簡単にはしないやろな。ニセイダ過去カーラさん、なんかウイルス持ってない？大丈夫？いや持ってんじゃないの。追加投与しちゃったパターン、うん、C ウイルス持ってない。あまり彼の作った世界を破滅させようとしたのね、うん、でもカーラとしての心がそれを邪魔した。私を引き込んだのも止めてほしかったから。バカね。シモンズに復讐したいだけだったら、うん、助けてあげたのに。お、いや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 、やめてやめて。ちょっと汚いって汚いって何してんの？汚いって汚いって。なんかめっちゃ溶けてるよ。ちょっともう。ボス戦か、ボス戦。笑わせないでくれ。助けるって。偽物って、お前偽物よ。うん、私本物ですよ、うん。レオンの嫁ですか。誰の助けもいらないわ。何ジュルジュルになりながら言ってんの？いや、死んだよ。いや危ないぞ、この雰囲気危ないぞ。いや、もうエイダですらないよ。もうすぐこの脆い世界崩れたら。何気持ち悪いな。これどうやって倒すの、こんなやつ。ボウガンで倒す。なんでボウガン。その後には何が残ると思う？何も残らないんじゃないですか。ゼニさんだけ生きてる。ゼニさんだけ、そうや。もう何言ってんのこいつ。地獄の口が開き、カオスが訪れる。もうなんか頭いっちゃってます、ね、あ、終わり？終わった？そんなことないよ。この映画もんだ。その新世界も邪魔になる。私の遺伝子どこでまず手に入れたの？そっちが動いた動いた動いた。ちょっとちょっとちょっと。あ、っていうかエージェントどこ行った？エージェント外だよ。ポポポポ。ちょっとみたいな。ちょっとエイダさん。誰？ラダメスさん。カーラ・ラダメスさん。誰なの？シモンズのなんか関係者じゃないの？あ、どうすんの？俺はそこでなかった。シーウイルスの強化型を打ったのね。へぇ、やって。いや、なんとかしよう、じゃあ。え、無理です。痛い。あ、来た。あー、壊れたぞ。どうすんの、どっちが、どっちが、全身しかないんだけど。全身。いけないって。嘘でしょ。しっかりしろ。うるせえよてめえ。あれはどうすんだよ。突撃しかないと思うんですけど。C ウイルスの強化型を打ったのね。なんなの、降りちゃダメなの。ちょっとエージェント下行って様子見てきて、はい、了解しました。
ああもう始まります始まります始まります。右空いてるわ右。右空いてる。ちょっと待ってちょっと待って、 なんで俺バツ押したら潰されたよ。だから一緒に行かなあかんもん、うん、今。そうだね。うん、さあ行きましょうか。右空いてた。なんで取っていくのって球を。あげようか。だから右ね。右。ほら右空いてて。次はどっち。階段降りていって、階段どんどん降りていって、降りていって、出す。バス。どうぞ。開けてるよ。開けてる。いや、どんどん肉の壁来てますって。ちょっと次どこ。こっちだ。痛い。やめてって。ダメ。ちょっと前さん援護して。援護して。あー、もう、使わず。扉が。回すて、こんな時に。回せ。ちょっと。待ったこれ。危ない。ちょっと俺見ない。あ、ナイス。後ろにいる。あ、エージェントが。やめて。あ、エージェント締め出しこられましたよ、また。あ、やめて。エージェント。もうアイテムいい。もう私アイテムはいい。俺が回収しとくアイテム。アイテム。顔がある。顔が。もう回すのやめてて。ちょっと回せない。あの顔なんとかして、顔が邪魔。ちょっとできたらもっと手前で止めてほしいんだけど。無理。全然回せない。これ何？これどうすんの？あ、これ分かった。もしかしてあれじゃない？タイミングゲージだ。どういうことだ？行った。なんかボンベあってんだ。うん。こういうことだ。後ろに矢ありましたよ。いや、いい、もう。あ、そう。どうせ取れない。エージェント。さよなら。さよなら。エージェント見て閉めんなよ。あ、どうも。エージェントです。さよなら。何？出す。ちょっと、なんで急に出てくるの。もうゴール決まった後。無理だ。危ない。あ、ボンベ。インストラクション。ボンベ撃ってる？ない。これなんか動くんかな。あ、右側は出られないかな。危ない。ついて。俺、その女の人に何かしたの？多分、裏に勝ったんだよね。なんもしないよ。ねえ。エージェントやめて。さよなら。私の代わりにあいつの生贄になって残像だって、なんかボーンってやるんじゃないな。でしょうね。若い年齢だもんな。ああ、サイですか。いた。そんなに大きくなっても気が晴れないのね。そろそろお休みの時間です。お休みの時間です。本物の私が勝手にそういうの名乗ってもらっても困んねんけど。死ね。そんな簡単に死んでたまるかいう。なんかいろいろ周りに見えあるよ。まあしとけば、うん、もうじゃあそう思うんだ。それでええよ。痛いんやて。だからちょっとなんか威力だけで言うとクロスボウな。ただクロスボウ毎回装填やからな。
そういうのを動画的に NG やからやめて。やめて、そういうのはもう動画的に NG やから、そういうこと言うのやめてくれる。なあ、うん、そういうこと。これでいいよ。やっぱ、それが正しい。これ多分こう向こう側まで貫通させなあかんのじゃないかなと思う。痛い。痛い痛い痛い。ちょゼリーさん適当に、はい、こいつはこの顔の向こう側まで貫通させたら多分ボンベが見えんねん。あーはーボンベぶち抜かなあかんねん。ちょっとだから弾が一人じゃ足れへんから再生があるからこういうことだ。よいしょ。世界の崩壊を目に。なるほどね。顔面をぶっ潰すとできる。自分も崩壊した。皮肉の結末ね。あ、私一人で帰ります。エージェント。なんでいつも締め出すされるの。危ない。ヘリコプター帰ろう帰ろう。ちゃんと自分で掃除もできるから。うん、自分でも何でもできる子やから。さあ帰りましょう。エージェントおらへんで。あのヘリコプター乗ってないから。でこうダッシュしてきてこの足場に使うワンブンとか映画みたいな。もう無理やろ。いやもう捕まってもう捕まってあクリスタンだし今ね。ああカーラの後始末は任せるわね。何これ。私はシモンズを片付ける。シモンズ終わったやろ。いやエイダと共同してたよビルの上で。あレオンで。あなるほど。はい、ということで今回もクリアでございます。ダブル A でしたね。はーい、まあまあロックタグそんなもんじゃないの。そんなもんすか。はい、私だけ2回死んでます。はい、今回めっちゃ良かったよ。ノーダイイングクリア。ほんま。いや私死んでるって2回。私2回死んでる。肉の壁に挟まれて死んだ。自分との因縁に決着をつけたってどう因縁があったかよくわからへんかった。まあ、そのカーラっていう人との関わりが全くわからない。そうやな。はい、これはどこを見たらわかるのかが全くわからない。とりあえずなんかカーラさんはエイダさんになりたかったみたいやな。されただけじゃないの。そうやされて本物のエイダになりたかったやな。本物が生きてるからね。まあまあだから私を殺して、まあ、2回本物になれてるからね、うん、厳密に言うと。はい、もう見た目はどうかわかんないけどね。一応2回一応本物っていう扱いには慣れたんじゃないかな。まあ本人のね夢も達成したんでね、そうね、今回は良かったんじゃないかな、はい、ウィンウィンの間柄になれたのかな。なってないと思う。慣れてない。あのカーラさんもなりたかって2回落とし殺したことで2回本物になれてるからね。いやでも結果的には慣れてないよ。俺らがクリアしちゃったからね。まあでもそこはね、あの譲れないっていうところもあるんでね、うん、はい、私レオンの嫁ですからね。は本物なんでね。まあまあまあ、まあ、俺はシェリーちゃんもらった僕は、うん、お前タイガー女キャラなのにシェリーもらってどうすんの。そうやな、困ったな。娘にもらうわ、あんな可愛い子欲しいやって。でもそれで言うと兄貴私だからね。クリス・レッドフィールド私だからね。もう絶対。なんでだよ。なんでだよ。あんた筋肉ゴリラいらんわ。なんでだよ、兄貴頑張ってるよ。あ、そっか、相方勝手に死んでいくし。そうやな、頑張ってるな。今回ももうほら飛行機乗って行ってもたしな。その後相方死ぬんだよ。そうやな、残念な月末だよ。そうやね、残念やったけど、まあ、まあまあ今回こんなところでしょうか ね。はい、ということで今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとですね、はい、僕ら二人に励ましのコメントをよろしくお願いいたします。そうやな、次こそはダブル S 取ろうね、狙っていきましょう。はい、ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。